こんばんは、森本健太です。3月から4月に変わる時期って、入学や進学、就職などで環境が変わって、こうなんかワクワクする時期ですよね。さて、文化期今日のテーマは、おー、なんか楽しそうですね。早朝、開店前の大型ショッピングモールに車が入っていく。一体何が行われているのか。バーゲンじゃん、朝一。会社行くのに、富士の駐車場に停めさせていただいて、でそれから近くに緑駅の JR で西広島駅まで行くのに来てます。やはり疲れが違うものですから。はい。これはパーク&ライドといって、県が市町と連携して進めている取り組み。駅やバス停の近くにマイカーを停めて、そこから電車やバスを利用するんだ。時間短縮になることもある、便利で新しい通勤スタイルなんだよ。うん、そうだね。でもなぜ乗り換えが？そこには様々な要因があるんだ。通勤時間帯に郊外から中心部へ車が集中することで起こる渋滞、そして中心部にある駐車場代が高いことなどが挙げられる。そうそう、高いんですよね、市内は。こちらの建物はですね、市街地再開発事業で建てましてですね、緑という場所が非常に立地がいい場所でありまして、JR もすぐ目の前にありますし、バス停もすぐ近くにありますし、で例えば北の方から市内に通勤されている方にとって、ここら辺まで緑ぐらいまではスムーズに来るんですけど、ここから先が、54号線が大変渋滞するんですね。例えば広島市中心部の駐車場は2万円台のところが多い。郊外へ行けばその半分ほどだから、郊外に駐車場を借りれば電車やバスの定期を購入しても安くなることもあるんだよ。そうか、そういうことだね。4月1日から9月30日まで、店舗利用型パーク&ライド社会実験が行われるんだ。場所はイオンモール広島祇園と富士グラン緑。これを機に通勤手段を考え直してみませんか。健太くん、今日はどんなことを感じた？通勤だから楽しようってことかな。通勤で渋滞によるイライラやストレスがなくなると、仕事がはかどるかもしれませんよね。それに渋滞がなくなると車も減ってエコですしね。さて、ここでお知らせです。4月から広島発見 TV は毎週月曜日の放送になります。これからも旬な情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。広島県からのお知らせです。平成25年3月27日のケゴヤ温度バイパス開通に先駆け、3月24日にフリーウォーキングイベントを開催します。お問い合わせは県道路企画課、または呉市交通政策課まで。広島県で暮らす外国人の皆さんの相談窓口です。在留資格や社会保険、労働問題に関する相談を広島国際センターで受け付けています。4月からの相談日は毎週木曜日です。広島の魅力を伝えるキーワードは瀬戸内広島宝島です。